こちらは洗濯ハンガークロスタイプという商品です。ピンチがついているようなハンガーではなく、クリップが一連につき5つついてて、下着や靴下などの小物を挟み込んで乾かせます。クロスにして使うことができ、合計で最大20個乾かせます。小物だけではなく、乾きにくいジーパンなどの厚手のズボンを乾かしたいときにも便利。使わないときは薄くコンパクトにできます。フック部分が360度回転するので、くるくる回しながら干せるのも便利。カラーはこちらのグレーとホワイトの2色がありました。まずは小物を干してみます。ギザギザになったクリップに引っ掛けていきます。上に押し込んで挟み込んでいきます。ハンカチを乾かすのにも使えます。クロスの角度を調整できるので、このように角度調整しながら両方の端っこを挟み込みます。取り込むときは引っ張るだけなので、洗濯バサミよりも楽です。ただし繊細な生地のものはやめた方が良さそう。乾きにくいズボンなどはクロスになっていることを利用して4箇所を挟み込んで吊るします。ダイソーでエアコン風よけカバーを買いました。このような段ボールに入っていて、全く中身を想像できず、ネットでの口コミもなかったので、どんなものか全く想像できないまま購入。今エアコンの風がちょうど直撃する場所でパソコン作業をしたり休憩したりしており、心地悪さを感じてたので、いいタイミングで見つけられました。家庭用の壁掛けのエアコンに対応しているものです。中身を開けてみると、ポリプロピレン製のボードとブラケットが4種類、しっかりした説明書も入っています。このボードがエアコンの風を防いでくれます。ブラケットをボードにはめ込んでいきます。出来上がったらフックをエアコンの上部に引っ掛けます。吹き出し口をぐるっと囲ってくれてるので、風向きを変えても直撃を防げます。ただ結構目立つので、それが気になる方は地質で使ったり、付け外しは簡単にできるので、来客時は外して使うといいのかなと思います。注意点として、エアコンによってはカバーがあることで部屋がなかなか温まらなくなるということもあるようです。去年秋ごろ発売されて気になってたダイソーのダブルコーヒードリッパー、なんと2つのカップに同時にドリップできるんです。ペーパーフィルターは台形、円錐どちらも使えます。抽出口が4つあり、2つのカップに2つずつ抽出口を開けてドリップできる仕組みです。そのため同じ濃さ同じ量で一度に注げます。もちろん1つのカップに使うことも可能です。2つ同時に注ぐときは、同じ高さのコップを使うことと丸みがあまりないカップで使うこと。こういった丸みがあるカップだとコップとコップが離れてしまい、4つの抽出口をうまく分けて設置できません。こちらの場合は少し丸みがありますが、ギリギリで使えました。両方同じようにドリップでき、ほぼ均等の量を注げます。濃さも同じになり、時間も短縮でき、いいこと尽くし。
つのカップに注ぐときは4つの穴がちょうど中心に来るようにして設置します。ちなみに最近買ったこちらのコーヒーフィルターケース、マグネット付きで冷蔵庫横やレンジフード付近につけておけます。マグネットも比較的強めで、隙間から1枚ずつ取り出せます。ダイソーで積み重ね整理棚を買いました。同じものを2個使いして積み重ねられる収納グッズです。サイズはこちらの通り。再生プラスチックが使用されており、環境に優しいアイテム。本体のほか、柱4本とスタンド1個がセットになっがあり、フックにかけて収納も可能です。ちりとりがあるとこまめにゴミを入れられて便利。このサイズ感もさっと手に取って気軽に使えて、我が家の玄関にはちょうど良かったです。薄いので収納スペースが限られている場所にもさっと収納できます。自立するブラシといえば、以前ご紹介したことのあるこのスタンドブラシ。玄関の掃除にはずっとこちらを使っていましたが、ブラシが古くなってきたので今回のものと変えます。こちらは持ち手部分のこのボタンをスライドさせればブラシがさっと出せます。今回買ったものに比べるとブラシは固め。一つこちらの欠点が、少し力を入れるとブラシが戻ってしまうので、ボタンを押しながら掃除する必要があることでした。あと今回ちり取り付きを使ってみて、やっぱりちり取りがある方が便利だなと感じました。こちらはシリコーンのおかずカップです。サイズ展開は他にもいろいろありましたが、見る限り一番大きかった9号サイズを今回購入。2個入りです。電子レンジが使え、冷凍冷蔵 OK なので、冷凍したおかずをそのまま温めたり、お菓子作りに使えたりと、いろいろと使えるシリコーンのカップ。繰り返し使えて経済的だし、レンジが使えるので私はお菓子作りにいいなと思って買いました。薄いシリコンでできたカップです。お弁当に入れる時にも、カップとしてはサイズ感が大きめなので、おかずもたっぷり入りそうです。お正月のきな粉がすごく余ってるので、きな粉のカップケーキを作ってみました。
アルミだとレンジが使えないので、レンジでのお菓子作りにぴったり。アルミと違い、液体をこのまま入れても自立してくれます。カップにべちゃっと食材がつきにくく、お手入れもしやすい。一つ持っておけば、バレンタインなどのお菓子作りやおかずの冷凍など、いろいろと幅広く使えるアイテムです。最後に最近買ったお皿を2枚ご紹介します。こちらはダイソーの丸皿、200円商品です。直径が約22センチ。外側のシンプルな模様と、このアイボリーカラーが綺麗で購入しました。一人用のプレートとしてちょうどいい大きさです。カラーは他にグレーもあり、お椀もありました。こちらはセリアのもの。副菜を入れるのにちょうどいいサイズ感です。周りがお花のようになっているのが可愛くてこちらにしました。他のカラーはパステル調のイエローやピンクもありました。ついもったいなくて古い食器をずっと使いがちですが、今年は断捨離しつつ気に入ったものを買っていこうかなと思ってます。